電車内で一致の夫が吉ママ軍団を注意したら軍団がファミレスについてきた。ファミレスでも一致に難癖つけて好き勝手にやりたい放題。大迷惑な吉ママたちに一言物申した人物とは。ファミレスで店内に響き渡る声で店員に切れる吉ママ。そこに現れたギャルの一言がやばい。人の出会いは一期一会と言いますが、今日はすごくいろんな人に出会った一日だった。人って見た目でわかるよなって思ったり、人って見かけによらないなって思ったり。まあつまるところ、人っていろいろだよね。備忘録がてら書き込みます。いやもう疲れたマジ疲れた。なんか知らんがオツです。本日の出会いをぜひ聞かせてくれ。うちはランクで言うと中の下くらいの家庭で、遊園地やら動物園やら行くような余裕は正直なく。買い出しがてら家族で都会に出かけるのがレジャー代わりになってる。幼稚園に上がったばかりの娘をあちこち連れて行ってあげることもできなくて。ほんと心苦しいんだけど、月一あるかないかのそのお出かけを娘はとても楽しみにしている。で、今日がその日だったんだけど、ある人物との遭遇により、台無しの危機を迎えた。子供にとってお出かけって特別だよね。純粋だったあの頃を思い出すわ。デパートのお子様ランチとクリームソーダがごちそうだった小一の俺。それを台無しにするとは許せんな。誰だそいつ。それは後のお楽しみ、楽しみではないか？ま、とりあえず続けるね。都会に車で行くなんざ正気の沙汰じゃない。電車でいい、おうおう、片道1時間の長旅だ。うちは田舎の方なんで、日曜10時でも車内はガラガラ、余裕で座れる。娘のお気に入りは隅っこの列。娘は電車に乗るのもレジャーみたいで、窓の外を眺めて嬉しそうにしてた。しかし街中に近づくにつれて当然混み始めるから。20分くらいしたらシートはいっぱいになり、ちらほら立つ人も現れてくる。まあけどそこは早い者勝ちでいいよね。私ら親子は普通にシートに座ってた。旦那は隣でこっくりこっくり、娘と小声で幼稚園での出来事についておしゃべりし、ああ、なんて穏やかなひととき、を、ぶち壊す奴が現れたのです。そろそろ車内が混雑率 120% になってくる路線の中間地点のとある駅にて、子連れママかける2、子は各一人、が乗ってきた。入ってくる時からして、子供はもうダッシュで車内に突。ママたち後から優雅にのんびりご登場。ド派手な毛皮羽織ってド派手なブランドバッグ。一人は真っ赤っかでもう一人は真っ黒黒。ド派手なアクセをジャンラジャラつけ、香水やばいレベルのプンスカプンときたら、これなんかあかんやつかなって思いはした。けど、見たところ子供も小学生と思われる。普通に考えて、一緒に立ちますよね。しかし残念なことに、彼女らは普通じゃなかった。私たちの目の前にスタスタと歩いてきたと思えば、ちょっとオタク、そこは私たちの席よ。は？もしやこの電車座席して、と一瞬思ったけども、なわけないない。まず横列ロングシートだし、ここの路線にそんな車両は走ってないはず。一体これはどういうこった？って考えてたら、駆け込んだ勢いのまま車内をぐるぐる走り回ってたお子様方が、今度はこっちに猛ダッシュかまし、どけよう、どきなさいよう、と足をガンガン蹴りつけてきてマジイラ。親の方も止めるどころか、さっさと白敵に睨んでてほんとイラ。しかし子供蹴り飛ばすわけにもいかない。まあうちの娘まで蹴りつけやがったら蹴り飛ばしたかもしれんけどね。幸いなことに奴らの狙いは大人二人のでかい足だけだったんで、なんとか理性を保つことができたよ。私、イライラ抑えるべくだんまり、おっと、半寝ぼけでポケットしてだんまり、娘、ひょとんとしてだんまり、ってなってたらしびれ切らした父ママたちが、あなたたち聞こえてる？日本語わかる？どきなさいって言ってるの。ここはいつも私たちが座ってるのよ。人の席に勝手に座って、ずうずうしい。子供を待たせてかわいそうだと思わない？何も大人がみっともない。いや、ツッコミどころ満載すぎなんですけど、いつも座ってるからってだから何？ずうずうしいってどっちが？子供待たせてってあんたらの困ってないし分とか言って走り回ってるから、まずそっち止めろよ、ほんと危ないですからね。って言ってやれたらかっこいいんだが、実に情けないことに私も旦那も器用な立ちでなかなか物が言えない。結局黙って娘連れて席を立つしかなかったよ。尺に触るのはよくよくわかるけど、選択は間違ってなかったと思う。ハゲどう？こういうのはまともに返してもアホな難癖つけてくるだけだし、さっさと離れて関わらないのが吉。うん、けどできなかったんだよな。席を立ったはいいけどやっぱ子供心にはかなりきつい一幕だったみたいで、娘がしくしく泣き出してしまった。泣いてる子連れて車内をうろつくわけにもいかず、かといって強奪した席に座ってぺっちゃらくっちゃら喋ってる吉ママたちと、席で飛び跳ねてる吉ガキどものすぐ近くに滞在するのも勘弁だったんで、一つ向こうのドアの近くに立って鼻をチーンさせたりしてあやしてた。そしたら親切なお姉さんがここどうぞって席を譲ってくれて、娘もなんとか落ち着いてああよかったって胸を撫で下ろしてたんだけどな。ちょうど電車が駅に着いて、多分例のママらが乗ってきてから二駅過ぎたくらいのこと。
耳痛くなるようなうっさいおしゃべり声と耳つんざくような子供の金切り声とともに、新たなママ軍団、サンママさんガキ、のご乗車です。見事に5カラー揃って吉ママ戦隊セレブンジャー。こんにちは、伊豆院さん。素敵なお召し物だことをほほほ。そうでしょ。両のうちさんこそ素敵なバッグをお持ちねをほほほほほほ。ってほんとうっさいのなんの。この人ら電車は静かにって習わなかったんだろうか。さっさと離れといてほんとよかった。とにかくもう関わらないのが吉。ってまさにそう思ってたんだけどさ、聞こえてきた吉レッドの声。真横の席に目をつけて。席が空いてないわねー。あなたとあなた、それにあなた方と。だけでなく、なぜか離れた席のこっちを指差し。そこの赤いスカートの子、うちの娘、譲ってくださらない？は？あなたとあなたとあなた方はわかる。いやわかんないけど、まあ頑張れば納得できますよ。横の席も私らのよってことでね。しかしうちの娘は離れた席だし、一人だけ特別指名ってどういうことやねん。さっきの件、根に持たれてるとしか思えない。まさかのご指名を受けた娘は目を丸くして固まっちゃって、ここまでされちゃ黙ってられないって思ったんだろう。気弱な夫が勇気を振り絞って。いい加減にしてください。どうして娘が譲るんですか？おかしいでしょう。って頑張ってくれたんだが、案の定軍隊からの集中砲火がドッカーン大爆発。何あんた、私たちにイチャモンつけるの？おかしいのはあんたよ。ちゃんちゃらおかしいわ。そこは私たちの席なのよ。文句ある？男らしくないわ。最低ね。そうよ最低男よ最低。もう散々な言われようで、挙句わざわざ席立ってつかつか歩いてきた吉ブラックに、思いっきり足踏まれてもう涙目。なんかもうやり合っても無駄って思ってさ、夫と娘の手を引っ張って隣の車両に逃げてしまったよ。断じて恥ずかしかったわけじゃない。周りにどう思われてるかって考えたらいたたまれなくなっちゃって。でも、俺のせいで恥かかせて悪かったってしょんぼりしてる夫の姿と、私悪い子だったのかなって悲しそうにしてる娘の姿見てたら、ほんと申し訳なくてね、もういっそとことんやり合ってやったらよかったかも。いやいや、やり合ってたらもっとやばかったって。奴ら絶対話通じないから、修羅場第三次確定だよ。一輝さんの行動は夫と娘さんとあと周りの人たちも救ったよ。自信持つべし、ほんとお疲れー。そうかな、そうだったらいいな。ありがとなんか元気出てきたよ。で、元気もらったところでなんだけど、実はまだ続きがあったりして、むしろここからが本番だったりして。これにて一件落着と思われたところにまさかの展開。驚くスレミンたちに、一致はさらなる吉ママ事件簿を語り出す。あれから約15分後、目的駅に到着。時刻は12時、まずは腹ごしらえだよね。吉ママ軍によるどんよりモードなんぞさっさと吹き飛ばそう。てなわけで駅前の和食里へと向かい、もちろん予約済みなので順番待ちすることなく。ラッキー、席は娘の好きな窓際だ。レッツ、里しゃぶパーティーだぜ。ここのは真ん中仕切って一つの鍋で2種類楽しめるのが花丸。うちらのお気に入りセレクトはすき焼きだしと豚骨だしなんですな。ここは奮発して国産牛で行きましょい。お肉と野菜をたっぷり頼んでしゃぶしゃぶしてたら娘も旦那も笑顔いっぱい。はぁ、よかったと思ってたのに、嫌なもんに気づいちゃった。窓の外にて視界の端に吉ママ軍団、お店の前の信号の向こう側。そりゃ終着駅だし降りるだろうけどさ。何もこの後に及んでチラ見せしなくてもいいじゃん。運命の神様は意地悪だ。とにかく見なかったことにしよう。目の前のしゃぶしゃぶに集中しよう。いやなんでこっち訓練渡ってくんなって。やめてやめてマジでほんとやめてこないで。って念じるも虚しく、軍団が信号渡ってきた。けど、さすがに里に入りそうな様子はない。幸い夫と娘はしゃぶしゃぶに夢中で気づいてない。このまま通り過ぎていってくれれば。バチン。あかん、窓越しに目合ってもうた。キチレッドがにやりと笑った気がして約1分、ピンポン、と入店チャイムが鳴り、嘘、ピアー、ウキー、おほほほほやだなにこれー、キャハハハ、うっせー。って多分店内のほぼ全員が思っただろうほどのけたたましいおしゃべりとともに軍団が乗り込んできた。子供らはまた猛ダッシュで好き勝手走り回り、あ、店員さんの足蹴っ飛ばしてる。大人は大人でレジの前素通りし、やだー開いてないわー、とかペチャクリながら通路うろちょろ。昼時だから順番待ちの人結構いたけどそんなもんはガン無視ですわ。まあ当然店員さんが慌ててやってきて。お客様、あちらの紙にお名前を書いていただいて。って案内しようとしてたんだけど、そしたらママ軍団揃っておかん無理で。はぁ？お宅何様のつもりなの？お客様を待たせるなんて信じられない。だから庶民の店は嫌なのよ。ああ、来るんじゃなかった。とかまあそんな感じでキーキーアラーとはめき出した。ツッコミどころ満載すぎて面倒だからはしょるが、これだけは言わせてほしい。じゃあくんなや。こういうエセレブ、エセセレブ、っぽいのは非常識人間が多い気がする。むしろ独自の常識作り上げている。から非常識が非常識であると気づかない。
残念だが電車の一件により、一さんはなんかうざ、ごめん、認定された様子。こういうやからしつこいぞ、心配だな。カッカ来ちゃったまま軍団の猛襲は一向に収まる気配なく、店員さんも災難だ。そうこうしてるうちに食べ終わったお客さん、終わってないけど騒音が嫌になったお客さんが、席を立ち始め、順番待ってた人らも帰っちゃったし完全に営業妨害ですよね。でもやっぱり、どう考えても私らのせい、だよね。多分絶対反感買ったの私らだし、ああお店に迷惑かけちゃってほんとごめんなさい。とか考えてたらいつの間にか隣の席空いてて、まずい。ってやっぱり来たこれ。あら、ここ空いたわ。失礼しまーす。最悪、陣取られちゃいましたわ。まだ60分残ってるけどしゃあない。しかしどんな状況でも頼んだものは食べきり、お残しは許しまへんでが私のモットー。残ってる分さっさと食べて即出よう。夫もそのつもりらしくパクパク食べ進めてるんで、かわいそうだが娘をせかして、そしたら、あらーオタク、あの時の、と声がし、振り向きたくないけど振り向いたら、キチレットが身を乗り出して話しかけていた。いちいちこっちの席覗き込んできやがって、何を食べていらっしゃるの？私たちこういう平民の店って初めてで、あらこれしゃぶしゃぶ？4万年で食べ放題？いいわねー。嘘4000年、さすが貧民のお店ねー。我が家では 100g で5000年のお肉を、一人でくっしゃべっててほんと勘弁して、平民とか貧民とかトランプか。そんなら大富豪のお店に行けっての。店員さん、こちらと同じものを、3分にないね。配合、ですってよ。さっさと出たいのは山々だったけど、もう娘怖がって泣き出しちゃってるし、それに私たちのせいでお店に大迷惑かけてるのに、この軍団を放置して私らだけ去るわけにもいかない。ぺっちゃらくっちゃら言ってるのを背中で聞いてたら、里しゃぶ到着。2分もオーバーじゃない、ほんとダメな店。もうほんとすみません。みんなー、お食事を、と店内に響き渡る大声で声をかけ、隠れ鬼、店内、他人の座席含む、お楽しんでた子供らも集合して、レッツ、里しゃぶパーティーざます、おほほほ。その後もすごかった。しゃぶしゃぶしすぎて、テーブルきっちゃんこ、お湯飛び散って危ないやけどするって。子供らは食材手でひっつかんで鍋に投げ込み、多分手は洗ってるんだろうけど、衛生観念どうかしてると思う。最初は爆食いしてたけどそのうち、何これまずい。こんなの食べられない。って言い出してとうとう店員呼びつけ。このお店はなってないわ。お客様をまともに案内もできないし。そうよ、料理は遅いし。これ本当にまずいわ。よくこんなものを提供できるわね。店員の教育がなってないわ。最低の店よ。と口口に文句つけた挙句。サービスも味も最悪だから、食事代無料にしなさいよ。と来たもんだ。さすがにもう見てられなくて。さすがにひどすぎます。って勇気出して言おうとしたんだけど。あーん。とごついの目でガンに睨まれて、お恥ずかしながらすくんでしまった。まあそれは仕方ない。想像するだけでガクブル。一輝さんが責任感じることないよ。むしろ被害者だしさ。関わると後がこ。ここは声かけない方が良かったな。こういう客はいるもんだ。店に任せればOK。その時、キチママ軍のさらに隣の席から爆発的な笑い声が巻き起こった。もしかしてさらなる問題客が、しかし事態は意外な方向に動き始める。ギャハハハハハ、うっそそれマジウケんだけど。マジマンジー、さっきの電車でもうほんとヤバオバ軍団見ちゃった。普通の電車でよ。ここはうちの席よとか言ってさ、座ってたちっちゃい女の子連れの親子さんの席奪ってんの。後から来て。うっわ最低、常識なすぎてウケる。子供まだちっちゃいのにかわいそすぎんじゃん。だから席譲ってあげたんだけどさ、追加のヤバオバ乗ってきてまた奪ってんの。超マジ最低、常識ゼロすぎてウケる。何やつかと見てみれば、これまたすごいガングロラル集団。よく見たらうち一人は、電車で娘に席を譲ってくれた子だ。声かけられた時は真っ黒顔にバリバリメイクで、正直ちょっと怖かったが、予想外に優しく声をかけてくれて、もちろん感謝しつつもびっくりしたもんだ。ママ軍団も察したみたいで。ちょっと何よあなたたち、失礼じゃないの。今度は標的を変えギャル軍団に向き直ったが、ここが奴らの運の尽きだったのかもしれない。ああ、これこれ、このおばさん、非常識おばこれだって。マジで現物見ちゃった、ウケる。と、話のネタの非常識人であることを暴露する。真っ黒な顔してはしたない。言葉遣いもなってないわ。どんな教育受けてるのかしら。親御さんの顔が見てみたいものね。と顔を真っ赤にして怒りに怒るヤバオバ軍団。しかしギャル軍団も負けませんよ。普通に教育受けてますけど。少なくとも電車の席を分取るとか、ファミレスで順番も待たずに突入とか、店内かくれんぼとか、そういうの絶対ダメだってのくらいは幼稚園入る前から教わってたわ。まずいとかさ、おばさんたちしきり無視して出しごちゃじゃん。豚骨とすき焼き混ぜたらそりゃまず一生マジウケるんすけど。へんてこないちゃもんばっかつけてさ、それこそどんな教育受けたんだっての。
どう考えてもギャル軍団の方が正論でなかなか言い返せないママ軍団。あなた方キンキンうるさいのよ。店内の皆様に迷惑かけて恥ずかしくないの。もしかして自問自答してるのかしら？ってわけでもないみたいで、精一杯相手をやつしてる、つもりのキキレッドに、私はおずおず声をかけた。周りを見られた方が、それを聞いたママ軍団がキョロキョロあたりを見渡すと、360度から睨みつける客たちの目。ようやく自らの立場を自覚したらしい彼女たちは、この状況をものともせず未だに食い散らかしてた子供たちの腕をひっつかみ、キャーラー泣きわめくど玉をはたきつつ、二度と来るもんですか、覚えてらっしゃい。とかなんとかいろいろ捨て台詞を残してドタバタと出て行ったのでした。あな恐ろしいババア。ギャルかっけー、ぜひとも一人我が嫁、なんちて、この親に育てられる子供の将来が心配。第二の父ママパパンが生まれぬことを願うが、こうして嵐が過ぎ去り、店内にいた客の誰もがほっとしたような表情を見せていた。そろそろこの物語も最終章である。ママ軍団を追い払ったギャルたちはすっと立ち上がり、皆様、お騒がせしてすみませんした、と頭を下げた。すみませんなんてとんでもない、本当にどうもありがとう。って思ってたのはみんな同じのようで、お店のあちこちから拍手が巻き起こり、顔を上げた彼女らは照れくさそうに笑っていた。横にいた娘がちょんちょんと私の腕を叩き、あのお姉ちゃんたちにソフトクリームをあげてもいい？と、どうやら、里しゃぶで食べ放題に含まれているソフトクリームを、プレゼントしたいらしい。娘はここのソフトクリームが大好きなのだ。しかし、食べ放題の分を他の席の人にあげるのはルール違反だよなぁ、と思っていたら、そばで話を聞いていたらしい店員さんが、今回は特別ですよ、と笑って言ってくれた。お言葉に甘えることにした私たちは、人数分のカップにソフトクリームを山盛りにし、いろんなトッピングで盛大に飾って、ギャルたちの席に持って行った。電車の時もさっきの時も本当にありがとう、と言ってソフトクリームを渡すと、大したことしてないのに、と戸惑っている様子だったが、心ばかりのお礼よ、ぜひ受け取ってね、と私がご利用し、娘も、お姉ちゃん美味しいよ、とニコニコしていたので、ほんとすみません、ありがとう、と受け取ってくれた。もらったらもらったで、マジラッキー、あんたどのやつにする？私これ通った。とワイワイガヤガヤやってて、なんだか微笑ましかったよ。帰りの電車で夫は、真っ黒顔とすごいメイクはまああれだが、うちの娘にもあんない子に育ってほしいな、って言ってて、ほんとハゲどうです。娘はといえば、お姉ちゃんたちかっこよかったねー、私もあんな風なお化粧したいな、って目をキラキラさせて、意外と似合うかもしんない。なんだかちょっと見てみたくなっちゃった。今度やってあげようかな、なんてね。以上、見た目通りにヤバげなママ軍団に台無しにされかけ、見た目に反して、失礼、超グッドなギャルのおかげでとても良い日になった一日でした。今日の報告はここまで。そんじゃまたね。父ママ軍団に嫌な思いをさせられた一致だが、素敵なギャルたちに助けられ、ママ軍団を懲らしめることができた。もしもあなたが今回の一致のように父ママに絡まれたらどうしますか？コメントにて教えてくださいね。それでは今回はご視聴ありがとうございました。